はいカメラマンの石山です、えー、今日は12月の3日月曜日になりますけども今日はですね、えー、今日もですけどもね XM5 富士フ,フィルムさんのカメラ新しく出たばかりですけどももうねなんか受注停止になってたりして予定出荷数はけてしまったみたいなねアナウンスが出てたりするので、えー、手元になかなか届かない方もねいらっしゃるのかなとは思いますけども、えー、早くね 製造を増やしてね供給急いでほしいなっていうね感じもしますけどもね、えー、こちら XM5 の取扱説明書意外とこう分厚い説明書なんですけどこれ丸ごと1冊日本語で全部書かれているということはこの1冊分が説明書というふうになってます。というのは読まないとわからないことがね 結構あります何だろうこれっていうのであのこんなに説明書を最初から読み出してるカメラは最近珍しいなっていう、ね、感じです。富、え、士、ー、フイルムさんの XE3 ですけどもこの時もね富士フイルムさんがのカメラを使うのが初めてだったので、えー、まあふキャノン使ってるんですけどもねキャノンと富士フイルムさんで同じような、えー、機能なんだけども えーまあ、名称というか表現の仕方が違っていたりとか、まあ、そもそものプログラム上の名前が違っていたりとかっていうのがねあるのでこれは何だろうっていう確認をしながら、えー、設定したのを覚えているんですけども、まあ、それからずっとフジフィルムさんはねこの XE3 でやった設定が基本的に身についているという感じなんですけどもで XM5 世代的には。 えーまあ、同じラインの世代ではないので、えーまあ、ちょっと比較しづらいところもありますけどもこの XE3 のあと XE4 というのがあって XE5 が来るかなと思ったら全然違うラインナップの XM5 だったとっいうねところで,で、まあ、この大きな違いとして簡単に言うとファインダーがあるカメラファインダーがないカメラモニターだけでいろいろとやっていく。 っていうねまあ、その分コンパクトにもできてるっていう感じはしますけども、えー、ファインダーがないっていうねカメラになります。まあ、内容的な部分でいくと、まあ、フィルムシミュレーションがちょっと増えてたりっていうのはねもう当然知識としてあるわけですけどメニュー設定していく段階で結構「あれこれなんだろう?」っていうのがねあります。で「んだろう?」って読んでてもなんかよくわからないなと思ってもうしょうがないので、まあ、取扱説明書を 基本操作編ですね、使用説明書っていうふうになってますけどもこれをですね、えー、今ずっとね読んでいっているところですで、えー、名称をですね静止画撮影メニューとですね、えー、動画撮影メニューっていうふうにねちゃんと分かれているんですけどもこの辺をですね、えー、ちゃんと読ま,読まないと理解できない部分が結構あります。 これどうするんだろうあ,あこういうことだったのかみたいなのが、ね、あってでそれを全部説明していこうとするとちょっとねなかなか時間が大変になってしまいそうなのでもう少し自分の中で設定これのこの設定でいいなっていうふうにね、えー、決めた段階でねいろいろと設定こういうふうにしてますっていう説明はね、えー、ご紹介は、ね、したいなというふうにね思いますけどこのカメラもねやっぱり 使う方によってメニュー設定はかなり変わってくるんじゃないのかなというふうにね思います、えー。キャノンさんで言うと EOS の R3 とかあのあたりの世代はもうやっぱり人によってカメラマン一人一人によって設定がもうバラバラっていうかね同じような設定で同じこう全く同じ設定をしてる人がいないぐらいね えー、複雑にこう細かく設定ができるようになってるんですけどもね、えー、まあ2世代前2世代前のカメラなんかだと、まあ、この基本的にはこの設定でいいよねっていうのがねできてたのが新しくどん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 こうやっぱりカメラも進化していっててより個人の設定に合わせていくことができてるっていうね感じになるので、えーまあ、説明 ご案内してどうなるっていう感じでもないかもしれませんけどもねまあ基本的に自分が今こうやって使ってますっていうのね感じの説明を、えー、近々ねできればいいなと思ってるんですけどねでもなかなかね取りに行く時間も今ちょっとないので、えー、まあ家の中でですね、えー、これは何だろうこのこの部分はどうしたらいいんだろうみたいなね感じで説明書とカメラと見ながらいろいろと悪戦苦手。 アクセントを、ね、してているっていうところですで、まあ、印象として、えー、やっぱファインダーがあるないっていうのがね一番大きな部分なんですけども、えー、ファインダーがないから安くできて小型にもできてるみたいなねところはきっとあると思うんですけどもただ、まあ、撮影シーンによってはここファインダーないときついなっていうね、まあ、逆光だったりとか。 細かいところのピントを合わせていって拡大してとかっていうと、まあ、集中してこうねなんか見たい時とかあとまあよくあるんですけどもね、えー、風景写真の時になんか三脚ね構えてしっかりこう撮ってる時にモニターで写真撮る時もあるんですけどね画角を決めたりする時にそういう時にですね他人がこう覗きに来るんですよね。でなんかね覗かかれていると恥ずかしいので、 そういう時はねもうファインダーに切り替えたりするんですけども、えー、そういうのがねちょっとできないっていうね、うん、ところはありますね、えー、であとですね、えー、私はこれこの機能じゃなく違うのが欲しかったなっていうのが一箇所今現時点でありますというのはこのフィルムシミュレーションまあこれねこのカメラになって XT50 もそうですけどもフィルムシミュレーションがダイレクトにここで表でね もう一発で変えることができますよっていうのが結構大きなうい文句にもなっていると思うんですけども、えー、フィルムシミュレーションってそもそも皆さんそんなに変えますかっていうね感覚なんですけど自分はですねフィルムシミュレーション触らないわけではないんですけどもでも触っても使ってるのって、えー、3種類ぐらいなんですね。 カラーの場合は基本アアスティアにしてますで、たまにベルビア使います。で、本当にまれにプロビアもちょっと使ってみますみたいなね、レベルなんですね。だから、アスティアにしていて、えー、ちょっとモノクロ撮りたいなって、このシーンはモノクロだなっていう時に、アクロスに変える時に、ファンクションボタンで、 設定を変えれるようにしてるっていうね状態なのでこの片口にねそれがあってもなくても私はそんなに気にならないというか、えー、なくてもいいのになってちょっと正直思ってる部分ですね、えー、でもこれね一応売りの部分の一つのポイントなんでね、えー、あまり強くは言いませんけどもねでもこのフィルムシミュレーションが、えー、ダイレクトに来た ことによってなのかは分かりませんけども露出補正ダイヤルですね直接なこのアナログで露出の補正するのが見えるというこの補正ダイヤルなんですけどこれずっとね富士フ,フィルムさんついててこれいいなって思ってたんですでまあ富士フ,フィルムさんのこのカメラを使ってる時は、まあ、基本的にうスナップでパッパッパッパ撮っていくっていうスタイルが多いので、えー、シャッタースピード優先だったり、まえー、絞り優先だったり で、撮って、補正ダイヤルで露出の補正をしながら撮るっていうスタイルを使ってます。で、私の場合は今、絞り優先オートにして、ここでね、あの、明るい時、暗い時、簡単にカチャカチャっとダイレクトにやっていきながら、えー、まあ、撮ってるんですけども、まあ、でも、被写体見つけた時に、あ、これもプラス補正だなとか、マイナス補正だなっていうのがね、 感覚的にもありますよね。あの、慣れてる人なんかはね。そういう時にもう、ファインダー覗く前に、ある程度こう、動かしながら、見ながら、被写体見つけた時に、指でもう、プラスマイナスをこう、やりながら、ポッと覗いて撮ってるみたいなところあるので、それで言うとですね、えこれ、まあ、補正ダイヤル、ここで動かすことできるんですけども、 モニター上に補正の補正値がね、こう表示されるっていう意味では、まあそんなに変わらないかなっていう感じもするんですけども、ただ、あ、今、どっち補正入れたかなっていうのが、アナログだとこのままパッと見れるので、あ、ここマイナスにすればいいやっていうね、ところなんですけど、これの場合は、ちゃんとね、電源も入ってる状態で補正値を見るときに、えー ボタンワンワプッシュしないといけないいいとけみたいなところもあったりするのでその露出補正ダイヤルがアナログ的なこの補正ダイヤルですねが来てればよかったのになっていうのがねちょっと第一印象としては思っていますなのでスチール写真を撮りに行く時は多分このまま XE3 を使い続けるんだろうなと思いますで動画を撮りたいなとかね9対16の動画ちょっと撮りたいんだよねっていう時はもうこちらが の方が絶対的に使いいやすいのでねあと自撮りちょっとしたいなとかねあとまあ撮影に出かけた時にその撮影地の紹介したりする時に、まあ、自分撮ったりする時にもこれはできないのでこの、ね、バリアングルのモニターがついてるというのはそういう意味ではとても有利なのでねこう撮りながらやっていけるかなってまあ、グリップはねまだ買ってませんけどもグリップ 買った方がいいかななっていうねなんかそんな感じもねちょっとしているところです。まあとにかく今はですね現状はですねこの使用説明書とカメラを持ちながら、まあ、カメラを持ちながら使用説明書を読みながらあこの設定でいいかなっていうねなんか探ってる状態っていうね感じです。結構なんか悩むところありますね、えー、というようなね状態で。まああのー いずれちょっと落ち着いてきたら自分が今どういう設定で、えー、使ってますというのもお伝えできればなとは思っております。まあもうしばらく時間かかりそうですけどもね。ということでありがとうございました。